根は土壌の血脈、定められた軌跡で絡み合う。芽吹きから枯れるまで生命の砂時計が反転すれば万物の法則も覆される。収穫祭へようこそ、ようこそ。実りと炎が合わさるとこんなに美しい爆発になる。しかし小さきものは偉大な創造物を仰ぎ見る定め。光と温度、水と肥料、それらが奇跡の苗床となる。だがそれで本当に死に抗える？豊かな実りはやがて枯れる運命をも育む。枯れ落ちた花と共に暖かい土の中、鼓動が再び聞こえた気がした。